パクリゲー、とても陰気な響きである。大人気ゲームには必ずと言っていいほどおこぼれを預かろうとパクリゲーが出てきます。 PUBG のパクリゲー、前回紹介しました。そのところですね、 PUBG 自体がそもそもパクリゲーで、 H1Z1 の、おっと、誰かが来たみたいですね。っていうのは冗談で、そもそも PUBG と H1Z1 の作者の方は中の人が一緒でございます。作者が一緒です。なので、あの2つはね、問題ないんですよ、実は。ですが、今回紹介するのは、もちろん中の人が違うパクリゲーでございます。今回紹介するゲームはこちら、ラストサバイブチキンディナー。こちらのゲームはなんと100万ダウンロードもされている有名なパクリゲーでございます。皆さん、PUBG に似たスマホアプリっていうと、ほとんどの人が荒野行動とルールズオブサバイバルを思い浮かべると思うんですけれども、こちらは3番目に有名と言われている PUBG に似ているね、バトルロワイヤルゲームのスマホ版ということでございます。ではね、無料版なので早速やっていきましょう。ソロモード、ダブルモード、あとは4人ですね、スクワットモードがある、サバイバルゲームとなっております。こちらをご覧ください。ショップなんですけれども、まあ、これね、見た目を変えられる、すごいいいですよね、この辺は。でもなんと下の方を見ると書いてあるんですが、防御力が変わったり命中率が変わるんですね。なので装備によって全然、ステータスが変わってくるということで、課金すれば課金するほど強くなれるサバイバルゲームでね、もうそれを聞いただけでちょっとクソゲーに聞こえると思うんですけれども、今回は頑張っていきたいと思います。なんとね、こちらの装備だと HP 上限が20アップで、こちらの服だと HP 上限が20アップして、ゾンビによるダメージが低下ということで、ゾンビが出てくるゲームみたいですね。で、さらにゲーム内通貨を、貯めることによって服がこうやってね変えるんですけれども、じゃあゲーム内通貨、例えばこうやって、まあ、いっぱいこうやって試着していきます。で、全部一式揃えると、例えば24,000円ゲーム内の通貨が必要であると。で、ゲームで24,000円必要っていうと、だいたい約ダイヤが2000個近く必要になるんですね。では2000個いくらなのか、もちろん約20ドルしますということで、なんとですね、2000円課金するだけで最強になれる、レベル3アーマー、レベル3ヘルメットをつけて始められる最高の神ゲーですね。すっごいしらじらしい。さあ、頑張っていきましょう。プレイヤーを待っています。37秒後にビル内に転移されます。なんかビルに転移されるってガンツみたいですね。スクワットモードなんですが、なぜか味方が一人しかいません。 PNH だから、ほとんどの人が裸ですね。つまりほぼ全員課金してない、かなりフェアなゲームが楽しめるのではないでしょうか。エレベーターが間もなく起動。第10層に転移されます。しばらくお待ちください。第10層ってなんかソードアートオンラインみたいだね。リンクスタート。今死ぬほどダサいこと言いましたね。そんなこと言う実況者はまあいないでしょう。さあ、ショットガンの弾を拾いましたね。さあ、なんだこれ、ジムの中ですね。さあさあ、この移動速度。さあ、許しを請う帽子。防御力レベル10アップ。なんだこのゲーム。包丁？何これ？銃剣。いっぱい武器あるね。面白いね。ちょっと武器が斬新ですね。さあ、ハンドガンしかないのですが。さあ、敵はどこだ？右上に残り人数書いてありますね。39人。おら、死ね。え、固くね？さあ、リロードして。よしよしよし。当たってんのこれ。よしよしよし。一撃殺。あ、弾4発しかない。まずい。これかなりまずい。エグゼット。あ、下に行ける。なんでこんなクリスマス仕様なんだろう、まだ。もう、1月の下旬ですよ。下旬？後半か。もうクリスマスは終わっていいんじゃないですかね。左上のミニマップ。お、いた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 。あいつな。あ、まずそう。まずい。あいつと、クソ、白兵戦か。やばい！あいつ銃持ってる！まずい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 ！いや、しかしクソエイム。しかしクソエイム。おら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 ！近距離は白兵戦の方が強い。おら、おら、死れ。待て、追いつけないのは理不尽。あ、奥にヤバいの二人いる。待ってよ。無理だよ。あなたのチームの最終成績はまだ確定していません。チームメイトたちがチキンディナーのために戦っています。何チキンディナーって。じゃあ感染させろって話なんですけど、なんと、感染モードがありません。嘘でしょ。あ、今俺ダブルになってたのか。あ、俺のミスです。すいませんでした。次こそスクワット行きましょう。次こそスクワット。リンクスタート！まあ、これ、真人くんのモノマネですね。さあ、あれ？
やっぱスクワットじゃないじゃないか。なんでスクワットで言ってもさ、二人しかいないんだが。お前それどうやって潜ってんの、それは。これ無料パクリゲーあるあるだよね、これ。なんかバグの多さはね。ウージーあるね。ウージー、デザートイーグル、かっこいい。バット、ファイヤーアックス、フライパン、バット、 M1911、 この辺も同じか。あ、 P92 やりましたね。 AK47、 これなんか武器によって色が違うのはエピックみたいな。強い武器はオレンジ色ですよみたいな、そういう仕様なのか。それちょっと面白いですね。さあ、開幕大事。あ、おー、アーマーと 7.62mm 弾からのフライパン。すごい微妙。トイレでフライパン持ってるこの格好ってもう変質者じゃん、ただの。銃、デザートイーグル、やばい。金武器ゲット、金武器。あ、ウージー、絶対ウージーの方が強いんだが。絶対ウージーの方が強い、それは間違いない。あ、って聞いた。これ足遅いな。お、これは漁夫乗り、あいつらが撃ち合ってるから。あ、キモい、なんか、後ろのやつすげえ変質者みたいだな、おい。逃げていくな、お前ら。あ、ダウンしてる。いただきだ。オッケー。一撃殺。あ、いいね、いいね、いいね。交代。あ、回復役。おー、M4A1 あるじゃん。しかも弾まである。最高か？なにこれ。エレベーター、カード。階を切り替えることができる。なんだそれ。エレベーターあるよ。あ、すげえ。あ、10階まで全部選べんのか。エレベーターカード使えば移動できるとかっていう仕組みなのかな。あ、なんかめっちゃここ食らってる。あ、これ毒が充満してんのか。やばい。このフロアに行っちゃいけないんだ、これ多分。え、待って、お前、怖っ！怖っ、後ろから急に出てくるの。それは怖いよ。ちょっと待って、一階に移動しようじゃ。なんだこの怖い演出は。バイオハザードか？これ、移動中、多分絶対安全だよね。何度も乗り放題だったら、なんかずっと乗ってればドンカツできそう。エレベーター2で優勝。サバイバルゲームにおけるロードって斬新ですね。いや、ここも降りたと同時にもう毒。まずい。え？なんか多分乗ってる間もエレベーターの中でダメージ食らい続けてたっぽくない？レベル2アップ。HP ボーナス 0%。なんかレベル上がると HP も増えてく感じか、将来的に。それ相当まずいよ。じゃあソロやってみようか。お、あ、これヒントがあるのか。大量の資源は何回ですよっていう。6、5には近寄んない方がいいのか。でも逆に言えば6階5階は人が少ない。絶対そうだよね。資源が少ない階には人は居つかないよね。お、クリスマスハットスタート。いいですね。いや、いいのかこれ。もう超変態やん、この格好。お、ウージーだ。いいっすね。フォータイムゲット？いたな。オッケー。ほらほらほら、待て。お、え、待って。別のやつに殺されたでしょ、あいつ。ここで待ってれば、あいつのアイテムを拾いに来るやつが来る。来た。入ってくんな、お前は。お前入ってくんな。おら、えぇー、ナイスキルー。やった。制圧したぞ、ここ。ここは俺のエリアだ。ちょっと下の階に手動で降りてみようか、エレベーター使わずに。さあ、3階へ。階段のドアは1回通過するとロックされる。はえぇ。なこれ、なんか俺スーパーサイジンみたいになってる。こっち側で剣振ってる。いた。オッケー。硬いって、マジで。いた！うわ、後ろにもいんの、怖いよ。怖い。まだいんの？何人出てくんの？何人の？怖すぎな、お前。あっちもう一人行ったべ。いた。オッケー。めっちゃ無双してんだけど、俺。あ、これ今、下から毒が迫ってきてますよっていうのは、左上のあのメーター見ればいいのか。じゃ、ちょっと俺5階行っとくか。いや、6階行っとこう。あ、いた。おお、あの一瞬で溶けるのはマジでありがてえ。60秒後にケアパケが6階で解放。ちょっと欲しいぞ。あと1秒。うわ！突然現れた！これ待ってれば絶対敵来るでしょ。オッケー。さあ1対1。さあエリアはここだけ。え、怖っ！敵エリア外で死んだ。やったー、9キルドンカツだー。なんで最後地味なんだよー。見て、ランキングボーナー、宝箱がいっぱいで、多分これ受け取れませんって書きたかったんだろうね。ということで、今回は PUBG のパクリゲーで3番目におそらく有名なラストサバイブチキンディナーというゲーム実況させていただきました。他にもいろんなパクリゲーの実況してますので、ぜひとも興味ありましたらご覧になっていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。バイ。
チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。